ララチャンネル。はい、24時間走れる男としろです。私の過去の記録はこちらです。はい、今ですね、ダイエット企画、エイジさんのダイエット企画がスタートして、8日、8日が経ちましたというところです。で、今日エイジさんがまた来てくれて、一緒にまたトレーニングを積んでいくという段階に入っています。はい、それではエイジさんを紹介したいと思います。エイジさん、お願いします。どうですか、1週間経ってみて、体の調子とか、進んでる状況とかどうですか。そうですね、食生活をバッチリとかなんとか相手ですね、油とか取らずにですね、今やってるんで、体調ですね、まあ、そんな体感っていう感じはないんですけど、ちょっと心地いい感じはなるかなと。なるほど、分かりました。ではでは、前回、8日前ですね、7月の6日にこちらにお越しいただいて、その時 90.6キロ、90と06ですね、 90.6キロでしたけれども、今日早速体重を測っていきたいと思います。よろしいですか、アイさん。はい、はい、ではアイさんの身長を159を合わせて、じゃあ実際に乗ってもらおうと思います。これが体重、増えすぎじゃない、大丈夫、ね、はい、結果です。ありがとうございます。87.0 ということは、8日間で 3.06 出せましたけど、大丈夫ですか。大丈夫、はい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 、まあ、このペースですね、まあ、最初スタートしたばかりなので、運動も取り入れて、食生活も取り入れてというところなので、こう痩せ始めてるという段階だと思います。はい、という感じですので、今日は、エイジさんと一緒に、今週に2回ですね、5キロずつですけど、一緒に走りながら食生活を入れて痩せていってるというところです。で、今日からですね、体幹トレーニングを、プラスで入れて、はいはい、長く走り続ける体を手に入れたいと思います。頑張ります。おい、というところで、進んでいきます。頑張ります。頑張ります。はい、それでは続きまして、実際に私とエイジさんと、あと管理栄養士のエミさんと一緒のチームを組んで、ダイエット企画を進めていってるので、エミさんに、登場してもらいたいと思います。エミさんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。管理栄養士の高橋です。よろしくお願いします。それでは早速ですけれども、はい、今スタートして8日間ですが、はい、エイジさんのダイエット企画で今こう改善されていっていることっていうのは、はい、どういうことを食事で改善されているんですか。そうですね、お野菜をまずたくさん摂ること、そしてこの中でも食物繊維というものをたくさん摂っていただくようにお願いしていることと、はいはい、実は少しずつ糖質を落としていきながら、はい、タンパク質は摂っているというような体づくりを今しております。なるほどです。一気には糖質は落としていかれないんですね。そうですね、はい、いきなりからやっちゃうと、うん、やっぱりなんかこうもう嫌だなって思う気持ちが出ちゃうので、慣れてきてからもうちょっと絞っていこうかなとは思ってますけど、はい、今のところは、うん、落ちすぎかなって思うぐらいきちんとなさってくださっているので、はい、この1週間というか8日間では、はい、出したなって思ってますね。なるほど、ありがとうございます。最後に質問ですが、はい、今日々ですね、8日ぶりにエイジさんこちらにお越しいただきましたが、はい、LINE のやり取りをされてますけれども、はいはい、LINE のやり取りどのようにされてるのかなっていうところが疑問なんですけれども、こちらですね、はい、
皆さんに分かるように教えていただければと思います。エイジさんがお食事をされたらその写真を撮っていただいて、それを送っていただくんですが、それに対してこういうのプラスした方がいいよみたいなことを私からアドバイスをしたり、ちょっとお昼が多ければ夜はここ少なめにっていうような感じで来用させていただいてます。で、一番その中で気をつけてるのが、よく噛んで、よく噛んでっていうのを必ず入れるようにしてます。一口、30回以上噛むっていうことをやっていただいてます。で、エイジさんは割と普通にゆっくり召し上がれるようになってらっしゃると思います。さあ、性格多分ここにもあるんじゃないかなっていうふうに感じてます。で、LINEは本当に楽しくさせていただいてます。私の方が感謝です。私もその中に入らせてもらってますけど、よく噛むって当たり前ですけど、やっぱ人に見られるとやる確率であったりとか義務感一気に増しますよね。そうですね。ね、はい、はい。なので私もその間に入ってる手前よく噛むようになりました。はい。私も同じくよく噛むようになりまして、なんだか私も成果が出てきてるような気がします。なるほど、はい。ありがとうございます。それでは11月の、福岡マラソンまでですね、はい、エイジさんの体作りにご協力いただきたいと思いますので、はい、お付き合いいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。お願いします。はい。To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. Taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we don't. はい、それでは実際に大濠公園へやってきました。で、ここから、また2キロのジョグを終えて、終了したいと思いますですね。前回もフォームを紹介しましたけれども、頭とおへその部分ですね、とあと着地の部分、ここが 3.1 直線で、エイジさんが比較的綺麗なフォームでしたけれども、そこをもう一度意識していきたいと思いますので、はい、よし、お願いします。じゃあ一回骨盤乗せるところからいこうかなと思いますので、綺麗にジャンプをしてもらって骨盤を今乗せます。乗りましたかね、はい。で、少し前に倒れれば足が勝手に出るので、そのフォームで、で、着地点意識ですね。着地点、頭、おへそ、着地点、これが一直線上にあるようにして、まだまだ痩せたといえども3キロなので、はい、はい、無理なくね、何も実感もない、はい、痩せていってる、ね、ま、本当に私も同じグループラインに入ってますけど、食生活の努力度合いとか、エミさんから来るアドバイスに対しての忠実な守り方とか、この辺ね、ほんと尊敬するぐらいすごいですね。で、私もやっぱそれを見てると、ご飯を早食いで食べてしまったりというようなところやっぱ改善しないとっても思いますし、で、実際に私も昨日から30回食べて、噛んで食べるようにしたりとかっていうのも入れてるので、本当に誰でもできることですけど、よく噛む、30回以上噛む、すごく体重コントロールにもそうだし、その食後の
血圧のコントロールであったりとか血糖値のコントロールにもすごく役立つところなのでぜひ取り入れてもらえたらと思います。どうですか、マイペースにいけてる感じですか。そうですね、うん、今日ね、今日は曇り模様で比較的風もありますし、やっぱりね、大濠公園、今日木曜日ですけどですね、人も適度にいらっしゃって環境も良くてすごく走りやすいなっていうふうに思います。ぜひ高岡にいらっしゃった際にはですね、この大濠公園、ランナーの聖地に寄って帰ってもらえたらなって思います。私の公園じゃないんですけどね。よし、でこんな感じであと 1700m 走りたいと思います。目標は11月の福岡マラソン完走というところなので、はい、ぜひ英二さんを応援し続けてもらえたらと思います。はい、まもなく2キロを通過しようとしています。今手元の時計で、7分30から40のペースですね。今のラップが37分37のペースでいってますですね。なので体重は、今日測って87キロでしたけど、身長も159センチという中では非常に体格がいいというふうに言えると思いますけど、着地点がね上手なので、うん、うまく大きな筋肉を使いながら、うん、前に進めてるんじゃないかなというふうに思います、ね、でこの練習とあと今日の体幹トレーニングを繰り返しながら体の強化と体重コントロールをしていき、11月の福岡マラソン完走につなげていきたいと思います。ぜひ福岡マラソンに出場される方々も英二さんに負けないようにトレーニング一緒に頑張っていきましょう。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。はい、英二さん、英二さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もロードワーク終了ということで、はい、いいやつができました。いいやつができました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今月3回ですね、はい、月3回、うん、通っていただいているので、あとは、家での宿題をこなしていくというところですけど、体幹トレーニングの宿題と家で走る宿題とあと毎日の食生活、ありますそれではこの先どうなっていくか、また皆さんも応援お願いします。お願いします。お願いします。